準備していますか。時間かかるからいいよね。はい、勝ち抜きです。ダウンロード1。さあ、では本日ミカのスイママラスト大会となります。1回戦、ハルサツキアスカステキチーム対月雲シエル吉岡由紀のシエル同家のチーム。先手を取っていくのはハルサツキ。まずは投げてワンゴン、置き攻めが待っている。サマーで拒否る。さあ、フルシエル対グレサツキ両者、サツキは弱体化してるけどリセンジが上がったキャラ、シエルは強化点の多いキャラ、結構騒がれてますけど、どうなんでしょう。キシ飛んでいる、ジャンプ B で突っ込んでいく、投げる、ハレはここは投げる。さあ、横浜勢が煽り始める。1ラウンド目ハレサツキ、2ラウンド目流れはまだまだハレサツキ。ジャンプ C からの追い打ちで掴んでいく、一気に画面端に運んでいく。成仏楽になったのはかなりいいこと。ダッシュで固める、シールド見てから透かしてコンボ、ジャンプ C 裏回り、固めていく、ガムキル、ほぼパーフェクト。あっという間の惨劇があったのはハルサツキ。さあ、2度目のシエルはカレー色、クレシエル対クレサツキ。黒剣投げてまずは遠距離戦、仕掛けに行ったがジャンプ C を突っ込ませていく。ジャンプ B カウンターヒットをかかってしまう。成仏コン今回はほとんどミスらない。そしてまだまだ続く画面端、どっち、表タッグ、あと1回読み合える。逆を言えばあと1回しか読み合えない。入れっぱで勝つ、入れっぱで抜けてきた。カウンターから拾っていく、投げる、今回シエルの投げは受け身か、取り捕まってしまう。西で追い打ち、カット。1ラウンド目はハレサツキ、ハレサツキの流れを止めていきたいところ。ジャンプシード、ジャンプエース、アウチ、システムアーマー消えたことでジャンプエースが本当に強い。ここは黙らずパーキッドスパーク、中段見えている、ガードを固める、投げる、ここ失敗、ごまかしていく、フリックアップ、ジャンプ C を打っていく、ジャンプ B のカウンター、しかし横浜は掴めない。バックステに対してブローバック差し、赤い文字が出ている。画面端に運んでいった、バックステに 3C が上がる。2度目はこのスキル、勝ったのはハレサツキ。ハレサツキの2立て、ニュー